僕の夢はキャンピングカーで日本一周することです。どうもうさぎ先輩です。先輩、はい、あの今日ついてこいって言われたから来ましたけど、はい、ここまた白樺高原じゃないですか。白樺高原です、はい。キャンプしたってさ、今日キャンプしたことはあるんですか。キャンプいやないよ。なんでまたなんかキャンプしてなって思って、っていうのが今9月じゃないですか。9月って中秋の名月ね、月が綺麗に見える時ですよ。で、私ウサギです。ウサギといえば月、夜ね、夜空を眺めながらキャンプっていうね。キャンプどうせ夜空を眺めながらやるんだったら高原でやりたいなと思って、で、高原といえばこの白樺高原ということで、あの人を呼んであります。タケさんです。タケです。ありがとうございます。突然また呼んでしまいまして申し訳ありません。いつでもウェルカムですよ。ありがとうございます。キャンプやりたいなと思って。キャンプいいですね、はい、流行り物に乗っかってきますね。乗ってきます乗ってきます、はい、9月って月が一番綺麗に見える時期なんで。確かに、はい、月が綺麗に見えるとこどこかなと思ったら、一番近くで見たいなと思って。標高高いところ。そうなんです。ああいい、ええ、だからきっとこの白樺高原来たら、うん、高いところのキャンプ場あるんじゃないかなと思って、うん、あったかな、ないっす。あります。あるんですね。あります。夢の平キャンプ場。夢の平キャンプ場いいね。いいですね。名前からしてなんか ファンタジー感。ファンタジーです。夢の平キャンプ場ってここから近いんですか。ここから車で1分ぐらい、はい、1分。はい、たった1分で行けちゃう。たった1分で行けます。俺今日いきなり言ってキャンプ場予約とかしてないんですけど大丈夫ですか。実は予約を一切受け付けてないキャンプ場なんです、はい、あ、そのキャンプ場予約受けられないんですか。へえ。次元さんお断りのね、会員制キャンプ場なんです。敷高っというのはまあ冗談で、冗談、はいはい、予約の必要がないキャンプ場なんです、予約の必要がないわけですね、はい、そんなに混まないから予約も受けてない。当日で OK。 じゃあもう勝手にテント立てちゃえばいいわけですね。いや、受付は必要です。あ、違うんですね、はい、受付はいると。受付どちらで。はい、こちらの後ろにあります、はい、白樺高原総合観光センターの中に、はいはい、信州立石の観光協会がありますので、はいはいはい、そこで受付してからキャンプ場に向かいます。観光協会で受付をすればいいということですね、はい、あ、わかりました。じゃあ早速受付していきたいなと思います。じゃあお願いします。はい、じゃあうさぎ飛びでいきますか。はい。まあいいや、普通に長取り。血出る、血が出る。ちょっと先行きますよ。俺の方がうさぎなのに。ありましたね、夢の平キャンプ場受付はこちらって。僕のこともう竹さん置いてっちゃいましたけど、多分この中入れば受付できるはずです。じゃあ行ってみたいと思います。こちらですね。お、竹さん早いじゃないですか、はい、キャンプ場、はい、はい、お願いします。一泊ですか。一泊です。お名前は。うさぎです。うさぎ先輩ですね、はい、うさぎ1名ですね。あ、1羽ですね。1羽です、はい、あ、失礼しました、ええ、じゃあ300円になります。300円。はい、人参300本とかでも人参300本ですか。人参じゃダメらしいです。じゃあこれ、はい、領収書になりますんで、はい、申し込みました。夢の平キャンプ場使用許可兼領収書300円です。受付できました。早速行きたいと思います。出発しましょう、キャンプへ。はい、ということで着きましたね、夢の平キャンプ場。ここですね。ここです。夢の平キャンプ場は、はい、立科町の町営のキャンプ場です。町営なんですね、はい、はい、で、一泊なんと一人300円。300円、さっき払ってきました、はい、はい、これがですね、観光協会が朝8時半から17時までやってます。8時半から17時まで、はい、はい、かりました。その間に来ていただいてチェックインしていただいたら、はい、チェックアウトは翌日の夜でも大丈夫です。夜でも大丈夫なんですか。はい、日付が変わるまでに
チェックアウトいただければ OK。 ちょっと待ってください。通常だとチェックアウトって大体10時じゃないですか、翌日の、はいはい、それが良くてもレイトチェックアウトとかでお昼までいいですよとか言うんですけど、夜までいいんですか？夜までいても大丈夫です。帰る時に、はいはい、もう一回観光協会に寄っていただく必要もありません。あ、もう観光協会には行かなくてもいいんですか？好きな時間にお帰りください。はい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 、はい、ゴミは必ずお持ち帰りください、うん、ゴミはお持ち帰りください、はい、持って帰ってくださいね。はい、炭や灰を捨てる場所はここにあります。ここにね、はい、水場はあります。あ、水場ありがたいですね、はいはい、トイレもあります。お手洗いありますね、はいはいはい、まあ、トイレは簡易式のトイレなんですけど、はい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 、簡易式と侮る中で、はい、ちゃんと掃除が行き届いてます。あ、大丈夫ですね、じゃあね、はいはい、まあ、あとは、ですね、近くに薪や炭を買えるところがないので。あ、確かに、はい、うん、一番近くて25キロぐらい里まで降りないといけないんですけど、だから必ずお忘れなく、はいはい、みんな人参食ってるか？ここ、はい、フリーサイトです。フリー、はい、どこでもいいんですか？どこでも大丈夫です。で、夢の平キャンプ場って言うんですけど、はい、平らな場所なんてほぼないんです。こんなね、おしゃれな、シャワーもありませんし、はい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 、うっすらおしゃれな音楽がかかっている最近のキャンプ場とは一線を画す、はいはいはい、あー、なるほど、はいはいはい、ウィルダネススタイル、ウィルダネススタイルです、はい、夢のようなキャンプ場夢のようなキャンプ場です。もうここでもう自然に同化して、はい、もう俺も自然だよ、自然になるよと、こういうことですね。夕飯は霞を食って生きる。いやいや、そこはバーベキューとかしたいじゃないですか僕初めてなんですよ、キャンプ。あ、初めて。初めてなんです。初めてでこのキャンプ場、なかなか通ですね。もしかしたら以後キャンプを一切やらなくなるかもしれない。キャンプ、これから僕の夢、キャンピングカーで日本一周するっていうの夢なんですよ。それも含めて夢の平キャンプ場なんで、あ、夢の平、はい、今日は夢を見ましょう、はいはい、早速始めたいと思います。長旅、はい、ということで竹さん、はい、竹さんどうしたんですか、どうしたんですか。これ斜めってますね。斜めってるんですね、はい、夢の平キャンプ場だけど斜めってます。ああ、なるほど、ヨガかなって思ったんですけどもああ、はい、平地がここにあります。ここにありましたよ、ここです。じゃあここに今日は私初めてのテントを張って、はい、テントを張ってみようと思います。入り口どうしたらいいですか。あ、でもこれも入り口じゃないですか、こいつを。なるほど。あ、この辺のやつをなから良くないですか。でも入り口が、あ、5時ですよ。5時ですね、いい時間だ。まあ、でもなんとかこの明るいうちにテント立ちましたね、はい、立派なのできましたね、やればできるもんですね。やればできます、これテント立てるのも結構キャンプの楽しい、もう椅子で遊び始めましたね。ね、夢の平ですからね。夢の平、はい、平らじゃねっす、平らじゃねっす。世の中人生と一緒。もうそろそろ、はい、こちらキャンプといえば焚き火です。着火剤を置いて、うん、割ってみます。あ、簡単に、はい、なんかぽくなってきた。あ、いやいや、がっかりしない、火つける。お、結構強いな。あ、お、すごいすごい。着火剤に見たことあるのがこういうクズみたいなの。あ、あちゃ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 、竹さん、やっぱこういうことっすよ、俺やりたかった。ありがとうございます。結婚したかったかな長旅、はい、じゃあね、夕食の準備となりました、はいはい、じゃあキャンプ飯、キャンプ飯ね、はい、はい、今日は素敵な先生を迎えてます。こんにちは、宇崎先輩です。今日はですね、こちら使います。なんだかわかりますか？さてさて、アヒージョです。アヒージョですか？アヒージョです。
リーブオイルとニンニクね、出た。信州といえばキノコです。青いもの欲しいので。あ、彩り欲しいですね。ちょっとピリッとね、はい、行きたいなと思ってるわけですよ。ちゃうな。これ包丁めっちゃ切れるんだけど、みんなに食わしてあげたいな。いや、もう料理はねやらないですね。やらないです、本当に。実はちょっとペンションやってた時期があったんで、ちょっとだけお手伝い程度でやったりはしましたけども、やっぱりこうキャンプってこういうことですよね。もう全部ね最初からやるっていうね。プチトマトね、後で焼きますからね、これね。あ、なんかいいな、竹さんのあの感じ。たっぷり入れるね。まあ、裏はこのぐらいで。はい、じゃ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 んです。できました。いい匂いしてますね。あ、どうどうどう。すのぎもいけちゃいました。あ、美味しい、いただきましたよ。じゃあ、あ、うまい。あ、これめちゃくちゃうまいわ。俺アヒージョ好きだったけど、また全然違う。あの、本当今日お酒飲めないから飲みたくなるんじゃないかなってちょっと正直思ったんだけど、お酒全然いらないです。もうひたすらこれやってて、これも美味しいなっていうのと、火の感じを見てるのと、それだけでも十分だなと思いましたね。だけどなんかマシュマロ、キャンプといえばマシュマロじゃないですか。ですか。みんなやってるじゃないですか。まあ、やってます、ね。焼き方を得意だって聞いたんですけど。そうなんです。これは、ね、はい、焼き方コツがあるんですけど。だいたいこうみんなあのくる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 回したがる。あ、回したいですね、はい。これはやめといて。やめて、はい、はい。こうやってて、はい、まあ煙がね少し出てくるんですよ。こう少しずつ、ね、角度を変えてくるんです、こうやって。あ、で一周する頃には回しても今これ焼けてないから、はいはいはい、マシュマロも回ってるじゃない。はい、回ってます。竹串をねこう回しても回らないんですよ。それはね、中がトロトロになってる証拠なんです。まあやった方が早いです、ね、早いですね、はい。ちょっとじゃあ焼けてますね。近づけるとこれもうなんかいい色ついちゃってるんですよね。はんぺんみたいな。あ、いいっすね。これこれ食べ頃。いいっす。ああ。めっちゃうまい、これ。焚き火っすね。焚き火最高ですね、うん。いや、ちょっと今日やっぱり暖かかったんですけど、やっぱ夜になったら夜はね寒かった、肌寒いですから、うん、でもうやっぱ焚き火いいなって思ったんですけど、はい、今日月見たかったんですけど、うん、ちゃんと暦を調べてこなかった私がバカだったと思いますが、いや大丈夫です、ええ、あのね、月の代わりに、うん、はいはい、満天の星空が見えます。見えるんですか。まあ、とりあえず一回ねサングラスを外していただいて、はいはいはい、満天の星空見に行ってみますか。行ってみますか。はい、はい、すげえ。すげえ。大丈夫ですか。視聴性見えてないですか。視聴性ですか。